2024夏アニメ一巻売り上げに対するネットの反応を紹介します。2024夏アニメ一巻売り上げ4564、負けヒロインが多すぎる。4362、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーヤさん。911、逃げ上手の若君。611、 2.5 次元のリリサ。374、ハズレ枠の状態異常、スキルで最強になった俺が全てを蹂躙するまで。新米おっさん冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。ニゴリリ爆死案件。 2.5 次元はゲーセン行くとラインナップの豊富さにガチでビビる。ニゴリリの何がヤバいって、売れる気満々でソシャゲ出してアニメもにクールやるところや。逃げ若市はバズってたのに爆死したんか。これを見て、とか抜ける目覚めたって言ってた連中どこ行ったの？ワイだけやったのか。逃げ若は歴史好きじゃないとついていけないしな。それにしてもだけど、あの時代のこと全然知らんかったけど面白かったわ。マケインとロシデレ接戦すぎて草。両方ともマンは超えない予想やったけど、ロシデレが意外に売れたな。夏は不作だとは思ってたけど、しっかり数字に出てるな。ほんまにアニメって話題にならんくなったな。何が原因や。円盤初動売り上げ、呪術渋谷10,980枚、鬼滅4期8,794枚、あやとら1,899枚、ジェンソーマン1,735枚、逃げ若911枚、マッシュル2期634枚、怪獣8号445枚、アンデラ計測不能。ジャンプバブル終わったか。やっぱ鬼滅呪術よ。ニゴリリの売り上げ611枚ってやばいやろ。腐ってもジャンプラ曜日1位で円盤売れやすいエロアニメやぞ。しかもなぜかにクールアニメ。本来ならマケインの位置にニゴリリがいなきゃダメだろ。売れ線で色あり、原作も人気。ロシデレはフィグアや抱き枕好き限定版があるねん。今時特典目当て以外に円盤買うやつおるんか。むしろ今は配信も充実してるし、特典目当て以外で買う理由ある？コレクション癖あるやつか特典目当てしかないやろ。ロシデレはもっと売れると思ったわ。マケインはこないだの最終回もまだデイリー高いから2週目積んで5000はいけるね。原作人気を考えたらロシデレはもっと売りたかったし、アニメの勢いを考えたらマケインももっと売りたかった。総合的な売り上げはロシデレのが上やろな。ロシデレとマケイン比べる理由もわからんが、マケインはキャラ売りって感じしないし。ロシデレなんて1、庭のパンツで釣った1巻がこれなら、大不良の生徒会選挙の2巻以降は大暴落やろ。2巻は雪のフィグア、3巻は抱き枕カバーだからな。ロシデレは基本的に最低2000確約されてる。最初から2期決まってたり、放送終了と同時にソシャゲ始まったり、なんかめちゃくちゃ気合い入れてるのはわかる。ロシデレは特典マジですごいからな。アニメ目的じゃなくても買ってるやついると思うよ。あと1巻部分はまだギリギリ面白い。負けヒロインやっべーな。おい、言うて4000やぞ。でも派遣やん。5000枚すらいかない。夏クールほんま不作やな。逃げ若作がコスト高そうなのに売れなさそうと言われてたけど案の定やな。逃げ若1話の伸ばすり方だけなら年間派遣レベルやったのに、結局ホモが異常性癖ゲーで消費しただけかよ。マケインまだ2期発表されてないのか。ストック的にはどうなんや。マケインはちょっとレベル違ったな。続き気になって原作買っちゃいそうだわ。マケインは映像的にも相当力入れてるのわかる。天使様5500枚ってすごかったんだな。ロシデレはラノベ売り上げ的に隣の天使様には負けられなかっただろ。ラブコメマジで売れなくなったな。むしろ売り上げで言えば推しの子ロシデレ、マケインのラブコメ3つが派遣やで。マケインほどの話題になった作品で4000とか。そもそもマケインは原作の在庫がないやんけ。電子じゃなくて紙で欲しいからまだ待ってるってやつ多いんちゃう。ロシアはアーヤはともかくお姉ちゃんが可愛かったからな。生徒会選挙の話になるとお姉ちゃんの出番なくなるのほんま無能。なんだかんだまだまだ売れてるんだな円盤。安心したよ。お礼もとかトラドラとか、そこら辺好きだったおっさんたちには刺さりそうやなぁと。ああいうラノベ草がすごいアニメ大好き人間の一人の感想や。マケインのあのラノベ独特のラブコメ草がたまらん。豚骨ラーメンみたいなもんや。また15年以上前のラノベ原作アニメ全盛期に戻ってほしい。お礼もとかあの辺見てる気分よな。ナローでは味わえない味があるわ。前期のガルクラ UFO、さらにブルアカに負けてんのハブさ。ちょっとあれに負けたらいかんでしょ。ロシデレあの失速具合でもそこそこ売れるんやな。やっぱりキャラデザが優秀や。ロシデレが毎回パンツ見せてれば買ってたのによ。ロシデレは1話でアーヤの設定持った割に、生徒会選挙だと雑魚扱いされてたのくさ。ロシデレってアーヤの設定が無駄遣いすぎるんだよな。アーヤの辛いの苦手も可愛くなってないし、ツンデレよりポンコツだし。ロシデレ強すぎやろ。ワイは負けヒロインが好きやったけど。ロシデレさん円盤の特典にフィグアと抱き枕ついてるから多少はね。
アーリャがロシアの手先じゃなけりゃ見たけどな。実は言うほどロシア要素ないぞ。ロシア語出てこん話もあるし。マホアコは低予算アニメなのに1万枚以上売れてすまんな。中途半端にエロやって爆死したニゴリリ見るとやっぱエロに振り切るべきやなと思うわ。マホアコがやっぱ強すぎる。こんだけアニメに力入れたマケインやフリーレンでも勝てない領域にいるんだから。逃げ若面白かったけどあれでも売れないんやな。今の時代はサブスクあるし萌えコンテンツ以外は弱いんちゃう。配信が盛んになって円盤売り上げでマウント取り合う風潮一瞬廃れかけたけど、結局またすぐ元に戻ったな。配信なんて所詮ただ剣だからな。マケインは作画はもちろんキャラ可愛いし演出もいい。制作会社とかスタッフあたり引いた感じ。マケインは主人公がなんで陰キャしてるのか謎すぎるくらいコミュ力ある。実は婚約者いますくらいじゃないと納得できない。ガチの治癒士は美少女と会話なんてできないよな。それこそ困りみたいになるわ。夏アニメマジで不作だったな。力入れたアニメ入れとけば派遣になれたのに。みんな力入れた上でこれなんや。2.5 次元が結構しょぼいことにびっくり。まずコスプレバトルがよくわからないのとノノア登場も遅くスロースターターなのでアニメじゃ厳しい。ニゴリリの売り上げ611枚ってやばいやろ。腐ってもジャンプラ曜日1位で円盤売れやすいエロアニメやぞ。しかもなぜかにクールアニメ。ニゴリリ原作は好きやけどアニメ化したら話くっさいわって言われそうやなってのはなんとなくわかってた。そのビスクドールは恋をするが受けて 2.5 次元が派手に点けた主な理由は何じゃろ。ヒロインの坂キセコイモリコリコモボザロモマン恋するアニメにはオタク受けしつつもサブカル好きな連中が恥ずかしがらずに見てると言えるオシャレさが必要なんや。女受けはしなくていいけど女がオシャレだねと思える何かが必要なんや。キセコイって色多いのに女にもそこそこ広まったのすごいよな。キセコイはヒロインがオシャレやし主人公のやりとりも今っぽい僕ヤバ的な若者受けするボーイミーツがあるやから何て非なるニゴリリは完全オタク寄りすぎてオシャレ感もないただのエロコスレイヤー話だからこんな結果になった。ロシアは意味不明な選挙戦なんかやらんでアーヤとイチャイチャしてるだけでよかったんやないか。原作からして選挙戦通して好きあらばマサーキかすげーするなロースパダリストーリーやぞ。このスレでマケインは評判クソ良くてロシデレは評判クソ悪いのに売り上げ互角なんやな。ロシデレの原作力はすごく強い。前評判と原作売り上げからしてロシデレの足元にも及んでなかったんやからようやっとると思うで。ロシデレは原作だと未だに生徒会選挙終わってないらしい。そんなエピソード1巻にまとめろや。地獄で草。アーヤさん、ラーメンの注文できません。部活の揉め事の仲裁できません。弾劾裁判でフリーズして反論できません。立候補演説のつかみのネタも考えられません。なんならできるんや。アーヤさんにはぼそっとつぶやくロシア語があるんだが。ロシデレは妹がアーヤをいじってるだけでよかったわ。ロシデレはまた主人公とヒロインが、イチャイチャするだけの作品かよでも本当は好きって思って見てたのに、なんか無駄にシリアス風になってうんってなったわ。マケイン一番売れたのか、せえな。マケインってすごいんやな。原作ブーストが半端ない。8月の電子売り上げが期間6月比25倍超とかとんでもない。は、は、二度見。好評だったパンツ界のロシデレ一巻がこれで、2週目以降のデイリーはロシデレは圏外だから、元凶はマケインが派遣だな。化け物語がまだだから最終的にはわからんがロシデレはもうダメだろうな。推しの子とかフリーレンとか薬屋の独り言とか去年がすごすぎたんか？なんかしょぼくない？そいつらも円盤売り上げは大したことないし。年々円盤売り上げ順位がエロ、キャラもエランキングになってるな。面白くてもエロなきゃ売れないし逆につまらんくてもエロ豊富か解禁版なら売れる。フリーレンが6000でロシデレが4300って考えるとロシデレがめちゃくちゃ健闘してるように思えるな。フリーレンは最終的に9000枚以上積んだけどね、ロシデレみたいに2週目から圏外なんて悲惨なことはなかったよ。おっと2週目の話は円盤スレのデイリーの話ね。なんか飛び抜けてダメなのはなかったけど飛び抜けて面白いのも話題作もなくて地味だったな夏アニメ。鹿の子は12月18日全1巻で発売なのでまだ。全1巻本来全部入るくらいの容量はあるんだよな。画質保つには6話が限界なので2枚組よ。画質落とせば10には入る。学園系ラブコメが地味に復権してるのが興味深いというか、そのうち学園能力バトルものもまた人気出てくるんだろうか。10年ぐらい前は学園能力バトルアニメいっぱいあったよな。やっぱ学生服のキャラがウケるんじゃないかな。剣や魔法があってもいいけど異世界よりも学生服で剣と魔法使えばいいんだし。一概に円盤といっても何本入りとか得点とか条件も違うしな。ロシデレはほぼ得点ブーストみたいなもんではある。どっちにしろ売れないよりは全然マシだな。
円盤だけで売ろうとか数年に1個の大ブレイククラスじゃないと無理だよな。特典バリバリつけないと売れないよ。特典つけなくても売れるってことはなさそうだけど、特典つけても売れねえもんは売れねえから特典が全てというわけでもない。結局のところ自分に刺さったかどうかじゃないと BD 全巻揃えるまでには至らんよ。ガルクラの一巻が 1.5 万枚だったから派遣はこれで決まりか。すげえ。ガルクラとマホアコだと結構尖ってるな。2024。円盤なんてそもそも太い客というかファンアイテム用って感じなんだから、尖った作品が売れるのは当たり前っちゃ当たり前な気もする。今回の動画、いかがでしたでしょうか？夏野に大ラブコメアニメの売り上げ、アニメ化で評判を上げたマケインと、原作人気が高く特典が豪華なのしでれが僅差という結果に、2作品とももう少しいくかな、と思ったから数字的には予想外。夏野は大作、人気作の残りは推しの子と変わるけど、推しの子は一気取り落ちると想定すると、最終的に物語シリーズが一番売れるかも。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。